すげえな、これ何レシピ動画にする必要あるぐらい簡単だね。もうこれ考えた人天才だよな。いやすごいな。こんにちは、フリーチャー小池です。本日もご視聴いただきありがとうございます。今日はカッチョエペペ、ご存知ですか？カッチョエペペ、はい、聞いたことあります、はい、カッチョっていうのはイタリア語でチーズのことね、うん、エっていうのはアンド、ペペは胡椒だね。おー、はい、なるほどです。なのでチーズと胡椒のパスタね。ペコロネチーズは塩気がいい塩梅で効いてるチーズなんで、結構塩辛いんだけどパスタになじむとめちゃくちゃ美味しい。ローマのチーズを使ったパスタのに綺麗な海の場所にいるんですか？今日はね、胡椒にこだわってます。はい、この黒胡椒が沖縄の島胡椒。そういうこと、はい、この海は沖縄の海ですか？そうですね、この南国で。なるほど、行きたいな沖縄。このピパーズっていう沖縄原産の食べたらピッと辛い胡椒。なるほどね、うん、すごくマッチすると思います。あのだからこれで言うと沖縄そばとかにねかけて食べるのかな、本当はね。なるほど、パスタに使おうと。あ、いいですね。いいでしょ、楽しみ。はい、でも本当用意する材料これだけです。超楽だ。これ普通の胡椒でいいわけでしょ？だからもちろん普通の胡椒でいいし、まあなければパルミジャーノで、さらになければパルメザンチーズね。なるほど、代用できます。ただしまあ今回はこだわっていきたいと思いますね、はい。それではもう今日はいきなりパスタ茹でちゃいます、はい、準備するものは全然ないので、うん、パスタ茹でる間にソースを作りましょう。何分早めに揚げますか？はい、これはもうボウルで和えるだけなので、うん、表示時間ちょうどでいいです。じゃあ12分ね。はい、はい、ね、太めのパスタ使います。はい、よろしいですか？やべ、4分ぐらい終わっちゃうんじゃない、この動画。4分かかんねえかも正直、沖縄の観光地でも巡ってみる。そう、巡ってみるね。最近よく見てくれてる方が、うん、背景が殺風景で寂しいって。あ、おっしゃってた。うん、そっかそっか。それで今日はね。そうそうそう。ね。でもカッチョエペペって割とシンプルなんだけど知らないよね、皆さんね。まあね。ただこれが美味しい店があるのよ。あ、そう。あるなるの。やっぱローマにそういう店がある。ローマだとお店で食べれるの？あ、食べられます、カッチョエペペ。で、割と手打ちパスタで出てくることが、そんなレディっていうパスタで、太めの手打ちパスタで、それがもちもちしててそれに絡むんだけど、あのお店行くと、そんなレディがもう皿に乗って出てくる、うん、そこにサービスの人が来てガンガンチーズ。へえ。で、そこでガーってあえるのね。なるほど。で、チーズがとろっと溶けてて、あのまとわりついて、最後に胡椒をかける。じゃあ今日それやってくれるわけだ。今日まあボウルでやるけどね。あ、いいね、そうそうそう、いいね。同じことでやります。あ、いい ね。それではパスタ茹でてる間にチーズ削っておきましょう、はい。で、カッチョペペかなり塩気が強いです、ね、このまま食べたらしょっぱっと思っちゃうぐらい塩気が強いので、1人前 20g ぐらいで、少ない分には構いません。あとで足せばいいから。あ、そうか、ね、パルミジャーノはこんなに塩気ないので少し多めでもいいし、塩を足してもらう。なるほど、ね。よし、こんなもんかな。すごい量使うね。ある意味贅沢だね。贅沢ですよね、こんなにたくさんのチーズを使うっていう。いや、本当だよ。茹で汁でチーズを溶かしておきます。また固形になったね。はい、じゃあいいですか。はい、では茹で上がったパスタと絡めていきましょうね。うん、はい、オッケー。あとはもう素早く混ぜる、はい、チーズを全体に。おお、とにかく混ぜる。はい、全体にコーティングできましたね。で、ここでちょっと味を見てもらって、足りなければチーズを足すと。なるほど。うん、美味しい。あ、いい塩気。あ、そう、うん。はい、じゃあお皿に盛りましょう。じゃあここに追いチーズね。で、最後沖縄のピパーズをたっぷりかけます。おお、なんかいいですね。いいでしょう。しかも結構粗挽きなんですよ。粗く引いてあるから、これは口の中で弾けそうなスパイス、うん。はい、完成です。おいしいね、この胡椒。確かに、うん、ピリッと辛いね。すごい効くのよ。お酒飲めるね。お酒飲めるねっていうか、お酒飲まないとダメなパスタね。そう、そんなパスタでしょ。ね、ね、この塩気と、ベコリーノの塩気とこの胡椒。もうこれ考えた人天才だよな。いや、すごいな。具材が入ってなくてもパスタって美味しいんだね。ね、そう思える一品ですよ、これ。こっちは普通の黒胡椒とちょっとこれミックスすると、ちょうどいい。ちょうどいいかも。ちょうどいい。今だいぶ俺口の中カレーもなってる。いやいや、いいよこれ。なんかちょっと麻婆豆腐食べた後になってる。あ、なってる。ね、山椒のね、いやいや、もう刺激で。四川の麻婆豆腐食べたから後みたいでしょ。いや、でも美味しかった。ね、いいね。うん、塩気が吹っ飛ぶぐらいの辛さ。いや、だからお酒がもうビールが飲みたくてしょうがないね。飲みたくて流し放題ね。オリオンビール持ってきてほしいもん。あ、オリオン用意してくださいね。まさかこんなに合うと思うの。失礼しました。
いや、やっぱりいい抹茶使ってもらってたって、すんごい上品な味ね。あとパリパリのブリュレうまいやろ。うまいわ、ね、ガスバーナーがあんなのは、うん、あー、おいしいわ、これちょっと食べて、おいしいわ。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価ボタンをお願いします。また銀座にありますラボッテガヤは新型コロナウイルス感染防止対策を徹底して営業しております。よろしければお店にもお立ち寄りください。